2018年ピョンチャンオリンピックは2018年2月9日から2月25日までの17日間大韓民国韓温度ピョンチャン群を中心とする地域を会場として開催されたオリンピック冬季競技大会平成最後の冬季五輪一般的にピョンチャンオリンピックと呼称されピョンチャン五輪と略されるテーマはパッションコネクテッド二千十一年七月に 南アフリカ共和国のダーバンで開かれた第123次 IOC 総会で2018年冬季オリンピックの開催地がピョンチャンに決定した。主催都市はピョンチャン郡でオリンピックの名称にはピョンチャンの地名が冠されているが競技会場は高梁市と旗前軍にも配置されている。規模の大きな都市がメイン会場であった過去数大会の 冬季オリンピックとは異なる特徴を持つ。大会マスコットは、ビアッコのスホラン。エンブレムは2013年5月に発表された。ハングルのぴょんちゃんのそれぞれの初声文字、および、をモチーフとしており、当時の大会組織委員長によると、は、東洋の天、天、ま地、人思想に着眼し、天と地の間で、人々が一つになる広場という意味を込めた、は、切片の形で、 星の姿とも似ている。ピョンチャン大会の予算は約90億ドルである。ソチ大会の510億ドルと比べ、すでにインフラが整っており大幅に費用が圧縮されていると説明されるが、バンクーバー大会の18億8000万ドルと比べると4倍強となっている。2018年冬季オリンピックでは以下の15の競技から102種目が実施される。このうち、 スノーボードのビッグやカーリングの混合ダブルス、スピードスケートのマススタート、アルペンスキーの混合団体が今大会の新種目として採用された。また、競技日時はアメリカの NBC がフィギュアスケートでの生中継を希望しており、午前中の開催となった。以下、括弧内の数字は各競技でメダルが授与される種目の数を示す。10、日付は すべて KST 主要会場の地図競技会場は合計13会場で山岳地区のピョンチャン群、旗前郡と海岸地区の高料市の3カ所に分かれて開催された。2018年1月現在では山岳地区を一つにまとめ、ピョンチャンマウンテンクラスターと高料コースタルクラスターの2分類になっている。会場の場所はピョンチャンの元々の中心街である。 高速バスターミナル付近から30から40キロメートル離れた新富ア高料が主となる。日本からの空路は、インチョン国際空港やキンポ空港への定期便が運行されているが、選手団は常用国際空港へのチャーター機が手配される。大会期間中は、KTX で最寄り駅、高速バスで最寄りのバスターミナルや駐車場に着いてから先は、 観客シャトルバスでのみ競技場へ移動できる。メイン会場となる大関霊面の人口は6141人に過ぎない小さな村である。以下はよもぎ壺面にある。人口5841人旗前軍の福平面にある。人口2678人高梁市での開催。屋内競技はすべてこの地域で開催される。 人口215,807人。メイン会場に近い、標高850メートルほどの大関霊区の気候についてはオリンピックが開催される2月の平均気温が低く、摂氏5.9度と札幌や白馬よりも低い。2月の平均最低気温は低く、摂氏10.9度に達し、1974年1月24日には、 過去最低気温として摂氏28.9度を記録するなど、氷点下摂氏20度前後の厳しい冷え込みになることも珍しくなく、高知であることを加味すると、韓国では最寒の地とされる。このため、気温面では過去の冬季五輪開催都市の中では低い方に入り、冬季五輪開催には申し分ない条件となっている。さらに、この寒さに、 風が加わる場合が少なくなく、体感温度はかなり低くなる。また、積雪も過去最新積雪として1 8 8 8トルを記録するなど、一般的には十分な積雪量を誇っているが、冬型の気圧配置で降雪量が増える地域ではなく、むしろ寒冬は積雪ではなく、低温をもたらすために、その場合は人工雪の使用が必須となる。 人工雪の使用の場合でも平均気温0下5度前後とかなり低いためにパウダースノーに近い状態になりやすい利点がある。一方、屋内での競技種目が実施される公量は日本海沿岸に位置するため比較的温暖な気候であるが時に大雪を降らせることがあり過去最新積雪は1990年2月1日に韓国の都市部 平野部で最多の1 3 8 1トルを記録している。会、閉会式の総合監督は、孫ン,ンファン。総合演出は、両正雄、音楽監督は、両国彦。開会式は、現地時間2月9日午後8時開始予定。北朝鮮の参加、平壌オリンピック反対、分際王というプラカードを持っている半分インでもの参加者。開会式に出席するかね。 与えただし、二千十七年九月、北朝鮮の朝夕 IOC 委員は、IOC の公式メディアとのインタビューで、政治とオリンピックは別物である、選手が出場資格を得れば、ピョンチャン五輪への参加は、問題ないという認識を示した。実際に、九月には、フィギュアスケートのピョンチャン冬季五輪予選を兼ねた、ドイツの大会で、北朝鮮の両武手奥、キムジ組が、 全協議を通じてピョンチャンボリンの出場枠を獲得した。国際社会が北朝鮮への制裁を強化する中で、文在寅大統領は北朝鮮にピョンチャンボリンへ参加するよう求めており、9月21日の国連総会における一般討論演説でも北朝鮮の参加に向けて努力を続ける考えを示していた。一方、北朝鮮は ピョンチャンボリンへの参加を表明しなかった。2017年10月12日、韓国の公共和外相は国会において、与党ともに民主党の議員に対する答弁で、北朝鮮が各ミサイル開発をめぐって国際的な孤立を深める中で、ピョンチャンパラリンピックへの参加交渉を国際パラリンピック委員会に提出したと語った。その上で、 北朝鮮のピョンチャンボリン参加については、フィギュアスケートのペアが出場権を得た。それ以外も多くの選手が参加できるように IOC も積極的に協力しており、方法を模索している北朝鮮から選手や応援団など多くの人が参加することを願っていると述べ、ピョンチャン陶器五輪への参加も呼びかけたが、北朝鮮は態度を明らかにしていない。二千十八年一月一日、 北朝鮮の最高指導者である金正恩氏が新年の時においてピョンチャン冬季五輪に北朝鮮代表団を派遣する用意があるとの声明を出した。これを受けて1月9日にも南北閣僚級会談が行われ北朝鮮がピョンチャン冬季五輪に参加することが正式に発表された。2018年1月15日北朝鮮の対外戦連載と朝鮮の 五輪を自分たちの統一政策の一環だと宣伝する動画を YouTube で公開した。動画には、韓半島期と北朝鮮の国旗を振るシーンが何度も登場するが、対局期は一度も登場しないなどの内容から、一部からは、ピョンヤン五輪と誤解されかねないと陰口を叩かれた。また20年にわたる招致活動にもかかわらず前夜、祭りが混合山文化行事という形で、 北朝鮮開催になったことに地元の不満が爆発した。国際オリンピック委員会はまるで国連の役割をしているかのような錯覚に陥るとの声も上がり、AP 通信は、金正恩朝鮮労働党委員長はまるでチャンピオンであるかのように五輪を持て遊んでいると報じた。北朝鮮の競技参加については南北閣僚級、時間級実務会談において、 アイスホッケーの南北合同チーム結成が合意された。IOC のトーマスバッハ会長が南北合同チームに非常に前向きであるとされ、韓国政府の決定にも影響があったとされる。この合意について予選で同組の日本とスイスは人数増等の公平性の観点からこれに反対した。南北合同チームに合流する北朝鮮選手は現在4の6人で、 チームの組織力を殺さないため攻守5人が構成するラインで一括して起用するとされる。当事者の選手サイドでは代表監督のセラマレーが北朝鮮の選手を入れろという圧力がなかったらと思うとコメントした。代表チームのメンバーからは不満が上がり、ゴールキーパーのシン、ソジオンは14年間オリンピックの舞台を夢見てきた。 大きな期待をかけてきただけに、とても当惑し、失望している。選手たちは変えることはできないのだから、みんな気持ちを引き締めて、練習に集中しようと話していた。動揺せずに、五輪の舞台で最後まで頑張る姿をお見せしたいなどと語った。開催地の韓国ピョンチャンよりも北朝鮮が目立つため、ピョンヤンオリンピックとの批判が韓国国内から出ている。 ムンジェイン大統領の支持層からも批判が出たため、支持率の低下をもたらした。オリンピックを利用する北朝鮮の政治的動きと、ムンジェイン政権が示す北朝鮮への情報に、韓国メディアからも、まるで北朝鮮が主導する、平壌オリンピックだとの声が上がっている。前夜祭りの金剛山文化行事は中止され、北朝鮮選手は五輪期間中にメダルも獲得できなかったが、 一時的にせよ、緊張緩和をもたらした北朝鮮は、外交上の成果で、金メダル9を収めたと評された。国連安保理制裁決議との関連北朝鮮は、核実験やミサイル発射事件を理由に、国際連合安全保障理事会の決議で制裁を、課されており、韓国もこの安保理の制裁決議に基づいて、日本などと、同じく価格マン0ョンボン92の、 入国禁止などの対北朝鮮独自制裁を行っている。しかし、五輪期間中は例外として北朝鮮の文化交流事業団の産地園還元楽団の人員を乗せた万元本92の韓国入国を許可した。これを受けて韓国の保守派市民団体が金正恩の写真を燃やすなどして抗議した。また、韓国政府は 万元本92に対する食事や油などの提供要請を受けているが、制裁違反との指摘を受けることを危惧して、アメリカと緊密に協議するとしている。また、北朝鮮の代表団に、アンポリ制裁決議で外国渡航が禁止されている、蔡柳良朝鮮労働党中央委員会、副委員長兼国家体育指導委員長が含まれていることから、これも五輪期間中の例外として、 アメリカや国連と協議するという。2017年12月5日、IOC は理事会を開き組織的なドーピングを行ってきたとされるロシアに対し、ロシア選手団の参加を認めないと決めた。以前のドーピング違反や薬物検査歴のないことが確認された、同国選手は個人資格での五輪参加が認められているが、ロシア国旗と国家ではなく、 オリンピック期とオリンピック参加を利用すること、ロシアの国章、相当の和紙の代わりに五輪マークを使うこと、また、ロシアと特定されるあらゆるシンボルの使用も禁止、ユニフォームなどで、ロシアの文字は、ロシアからの五輪選手に変更して新たに IOC の承認を受けること、ロシアの文字だけを大きく表記することも禁じた。今大会は、大会序盤から複数の競技で、 中止や延期、及び悪天候の中での競技の開催が相次いだ。大会2日目のスキージャンプ男子の個人のオーマルヒル決勝では、氷点下接種10度を下回る極寒の中、秒速5メートル以上の強烈な風が吹き、体感気温では氷点下接種20度近くの過酷な環境下での競技の開催になった表彰式の時には観客がほとんどいなくなっていたという。 このことについて、冬季オリンピックにジャンプ競技で8回目の出場になる、笠井のりやきが、もう信じられないぐらい、風の音がすっごいんですよ。気持ちがひるむぐらい、ぶわーって、W 杯でもほぼない条件。こんなの中止でしょうって、ちょっと心の隅で文句言いながら、寒さに耐えてましたと述べている。大会第4日に開催されたスノーボードの女子、スロープスタイルでは、 前日に開催予定であった予選が、強風により中止になったことで、決勝の一発勝負で決める状況になった。決勝では、出場した25選手の全員が、2回の試技のいずれか1本以上で転倒してしまう過酷な状況になった。このことについて、出場した選手からは、正直この風でやるのはかなり無理があるというコンディション、たくさん練習してきたんですけど、その練習が、 全く意味のないような気がして辛かったです。フェアな競技だったとは思わないわ。強行した主催者には少し失望しているの。私の考えでは、女子スノーボードにとって良い賞ではなかったと思うわ、などとして、不満や違和感を訴える選手が続出することとなってしまった。アルペンスキー競技についても、大会第3日に予定されていた。男子格好や大会第4日に予定されていた。 女子大回転が強風などを理由に相次いで開催日程の延期を余儀なくされた。競技日程の延期や悪天候下での競技の開催が相次いだ背景として開催地であるピョンチャンが標高800メートル超の山岳地帯で周囲の山々には風力発電用の巨大な風車が回るような風の強い地域であることが挙げられている。また、ジャンプ台は 大事態がアルペンシアリゾートを見渡す展望台を兼ねているため、小高い山の頂上にタワーを建てて助走路を設けた構造であったことから、こんなところによく作ったなと懸念の声があったという。これに加えてアメリカやヨーロッパの巨額放映権量の影響が見え隠れする変則的な開催時間も悪天候下での競技の開催に影響したと言われる。実際、 スキーのジャンプ競技がヨーロッパの日中時間帯となる夜の開催となりフィギュアスケート競技はアメリカ時間の夕方から夜にあたる午前の開催になったそのため日本のフィギュアスケートの選手は競技開始時間が午前になる朝方対策として体内時計を数時間ほど前倒ししながら午前4時を目安に朝食をとる生活になったというこのようなことから 今回のピョンチャンオリンピックの運営などについて、アスリートファーストなのか疑問を感じざるを得ない。選手ファーストは、無視されていた。より選手を、観客を追い込むことになる。4年間必死に重ねた、努力の集大成が気まぐれな風に左右されすぎる。五輪の真の目的を忘れないでほしい。だが、今の五輪は札束を生み出し、運営者に富をもたらすために存在しているなどという、 批判の声が少なからず、起こる結果となった。今大会は、チケットの空席が目立つ大会になってしまった。2月9日に開催された、開会式から早速、本来なら、プレミアチケットになるはず。こんなにガラガラなのは見たことがないと、ある海外メディアに指摘されたのをはじめ、フィギュアスケートでも空席が目立ってしまう結果となった。完売になったのは、スピードスケートや、 ショートトラックくらいであったという。空席が目立つ結果となった理由として、旧正月の連休になったこと、高額なチケット代金、オリンピック本番の各競技会場の入場ゲート付近で Wi-Fi などの接続環境が不安定である、などのことが挙げられている。また、海外から来るファンにとって最悪の感染環境であったという報道もあった。 ぴょんちゃんの大会収支は当初赤字が懸念されたため、施設のスリム化などの経費削減策や関係者用の席を一般販売に回すなどの収入増加策で改善を図った。大会での地元韓国選手の活躍もあり、五輪の入場券が国内で八十六六万千二百八十四枚、海外で二二十一万千二百七十八枚、合計百七万八千五百六十二枚の 販売実績を示した。これは、ピョンチャン五輪組織委員会が目標としていた106万8630枚より、約1万枚多い数字であり、販売収益は1573億本に上った。その結果、ピョンチャン五輪組織委員会は2018年10月8日、アルゼンチンのブエノスアイレスで開催された第133回。 国際オリンピック委員会総会で少なくとも5500万ドルの黒字を達成したと報告した。オリンピック開催直前の2018年2月3日、自国の民間警備会社のスタッフ宿舎で、ノロウイルスが原因とみられる食中毒が発生している。関係者約1200人に隔離処置が取られ、5日に業務代行の軍人が約900人投入された。その後、 李広氏反組織委員会会長がこの件について謝罪した。また、上記の措置を、はじめ様々な対策を講じていることを説明した。ボランティア運営スタッフに対する待遇の不満などで、開催1週間前の2月3日までに約2400人が辞めている。お湯が出ない宿泊施設や、国間の野外で1時間待たされるような移動バスの劣悪さなどの不備が挙げられている。 また2月3日の開会式リハーサルでは、式典進行の業務スタッフ249名中109名が、待群不満を理由にボイコットしている。ロイター通信が、聖火点火リハーサルの写真を配信したとして、IOC はロイター通信の開会式の取材を認めないことを決定した。オリンピック開催前後に6億回のサイバー攻撃があり、 組織委員会内部のインターネットや Wi-Fi のシステムがダウンするなどの影響が発生した。これらについて調査が進められていたが、アメリカ合衆国司法省とイギリス政府は2020年10月にロシア連邦軍参謀本部情報総局によるものであると発表した。国際バレーボール連盟と欧州バレーボール連盟はスノーバレーボールナイトと銘打った。 エキシビションマッチを行うことを決めた。スノーバレーボールは、雪上のビーチバレーで、同エキシビションには、キムヨンヨンや、ウラジミールグルビッチ、ジバなど、バレーボールや、ビーチバレー選手が出場する。ありがとうございます。